このダイワのリールのこのホームページからルビアスエアリティが消えたぞみたいな話聞いてさ、生配信の時にねワイワイ盛り上がっとったんだけどさ、なんだろう、正直なとこ興味のない理由だから、まあ手に、あのなんかね、自分の金で買いたくはないけど、なんか人の金だったら別に手にしてみたいなっていう理由だったからさ、そこまで興味はなかったんだけど、でもなんか面白い話だなと思って、なんかそのね、あの生配信とかでみんなでワイ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 話しとったら、ああでもないこうでもないって話をしとったら意外と見えてきたものがあったんで、せっかくだからちょっと動画に残そうかなと思ってね、あのまあ生配信の切り抜きでもよかったんだけど、なんか話がごっちゃごっちゃになっとったから、まあ改めて撮り直す、まあだからといって別になんかあのかしこまったものでもないから、まあ気軽にねたられば、うん、もしかしたらほら台湾の不手際であのページが消えただけで物としては存在するよとかさ、そういうオチだったらあれだから、まあたらればで聞いてほしいんだけど、まあ一応ねこのね台湾のスピニングリール汎用型のラインナップとしては、まあイグジストが一番てっぺんであって、でその下にさエアリティ、ルビアスエアリティがあって、でそれは軽さの象徴というかさ、あのライト&タフっていう台湾のコンセプトの中の、ライト軽さっていうのをあのね重き軽さに重きを置いた、もの、うん、だったりするわけじゃないですか。で、タフ強さっていうのをセルテートが賄って、でその軽さの2番目がルビアスで、でタフの2番目がカルディアみたいな感じでワイ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 やっとったじゃないですか、ダイワって。まあここにあのセルテートのねあのページにこうやってダイワが出しとるこの図があるんですけどね、オールラウンドのイグジスト、まあこれ18とかのやつがベースになっとるからあれなんですが、ね、18のこのね、まあ今あったら22ですよね、まあオールラウンドなんか変わってないんで、イグジストがあって、でセルテートがこのタフ、イグジストよりも重たいけどタフだよっていうのがあって、エアリティがここですよね、イグジストより軽いけどね、軽くてね軽いっていうね、イグジストよりも軽いっていう、まあその分なんかそのなんて言えばいいんだろうな、なんて言えばいいんだろう、弱くなったっていう人が結構おるんだけど、エアリティに関してはそこまで弱くなったかと言われたら、まあセルテートに比べたらあれかもしれんけど、うん、マグネシウム使っとるから、うん、そんなになんかねみんながキャーキャーねヒステリーを起こすほどでもないと俺は思っとるわけよ。ただやっぱ5万6万するリールだからさ、なかなか手が届きにくいってのがあるよね。けどダイワユーザーが使えるバンキッシュみたいな感じでさ、シマノのバンキッシュみたいな感じで、人気になるかと思いきやですよ、うん、そこが面白い話でさ、まあうちのチャンネルだったら別の動画にもしとるんだけど、正直軽さでそんなに求められることってバスフィッシングくらいなんですよ。あんまこういうこと言いたくないですけど、バスマン、うん、バスマンがもう軽さ至上主義で、もう何グラムとか、なんかリグだのなんだのとかをさ、なんかやれフィネスだなんだみたいな感じでチョコザイなことやっとる時に使うリールが軽くないと、やっぱりその操作性とか感度の問題が出てくるから、バンキッシュがめちゃくちゃ良くって。けどやっぱゼノンとかも出てきたし、ね、まあその中でね、ダイワがルビアスエアリティ、まあダイワが作るバンキッシュみたいなもんですよ。を出したけど、結局みんな買わなかったじゃないですか。ね、バスマンすら買わなかったんですよ。それ悲しいよね。まあだって別にそのマグネシウムボディがなくてもバスって釣れるじゃないですか。あのダイワにはザイオンというね、シマノにはないものすごい強い、ね、素材があってね、それでルビアスを作っとるわけですよ。ね、ザイオンってそんなに強いんかっていうくらい強いんですよ。ね、だからバス釣りなんての、所詮バス釣りなんてのはあんまりこういうこと言いたくないですけど、バス程度だったらルビアスで全然問題ないんですよ。うん。じゃあそのルビアスエアリティで出したはいいけど、どこにね、あの使うそのメインターゲット層がいるのって言われたらないんですよね、実は。ね、だってでもだって一番の人たちってね、イグジスト使うじゃないですか。ね、それこそ山ラッピなんかも全部イグジスト使っとるし、エギングね、エギングの山ラッピなんかもイグジスト使っとって、ね、その下々のね、エメラルダスだって台湾にもあるわけだし、あと、なんかその他社の、台湾じゃない他社の、エギを専門にやっとる人もセルテートとかめっちゃ使うんですよ。うん、セルテートめっちゃ使っとるし、頑丈だから。うん、
っぱあのプロの人たちってあの釣りに行くねあの量とか質が全然違うから、一般ユーザーと違ってやっぱりそのリールには耐久性が欲しいわけで、軽さよりも耐久性が欲しいわけですよ。ルビアスじゃ使っとったら壊れるんですよ。だからセルテートをみんな使ったりするわけですよ。エギングなのにですよ、軽さがあんなに求められるエギングなのにやっぱり耐久性、長く使い続けられるっていうのが大事だからセルテートを選んだりするわけですよね。ルビアスエアリティは使わないわけですよ、うん皮肉な話ですよね。じゃあシーバスはみんなセルテート使うんですよ。セルテート本当に優秀なリールなんで、あのシーバスね全部使うんですよ。でザイオンが強くて軽いから、うん、強くて軽いから、そのなんて言えばいいんだろう、全然いいんですよね、うん、じゃあそのなんて言えばいいんだろう、ヒラメね、ヒラメみたいなサーフの釣りセルテートなんですよね。ルビアスエアリティ、ザイオンのローターが軽いからそのヒラメの釣りでも問題ないよっていうね。じゃあボート系はソルトウォーター使いますよねSW 機使いますよね。ね、そうなってくると一応ね、そのなんだろうな、ダイバーが今まで掲げとったライト&タフっていうコンセプトって実は一個のリールで賄えとるんですよ、うん、ね、しかも今ほらザイオン V ってのが登場したからさね、この軽いカルディアじゃなくて強いカルディアになったんですよ。そう考えてみると面白いもんで、ルビアスエアリティって本当に誰の需要もないんですよ、ね、ルビアスエアリティのなんか宣伝隊長みたいなことやっとった、ね、あのブラックバスのさ、あの藤田京也くんなんかもみんなイグジスト使うわけじゃん。あとベイトリールバスマンだから基本的に使うしさね、だ誰も使わないんですよ。まあマイナーもの好きというかさ、まあそれでもやっぱり軽いっていうのはやっぱね、イニシアチブというかその武器になるから、それでもいてもあのルビアスエアリティを使ってくれる人っていうのがいっぱいおるから、そういう人たちからしたらちょっと残念だなってことがあったりするんですけど、けどじゃあ、このね、今この2023年のこのタイミングで、これが変わるってことは結構大きな意味が俺はあると思っとってね。まああの台湾の手違いとかじゃなくて、本当になんかリニューアルされるのであればの話ね。だからセルテートがね、今の技術で、リニューアルすればもっと軽くなるわけですよ。だからもっと真ん中に寄るわけですよ。けどこれがね、下に下がるんじゃなくて横にスライドする感じになるんですよ、うん、ね、だからそう考えるともしかしたらルビアスエアリティを廃盤にしてセルテートをマグネシウムにすることによってね、中身は旧イグジスト18イグジストをベースに、だからそのルビアスエアリティで作るセルテートみたいな、ギア強くしたりとかさね、そしたらイグジストいらんくなるねけって話になるんやけど、やっぱでもそれでも重くなるわけだからね、タックルバランスとか使用感とか感度とか、あと巻き心地、あのやっぱイグジストはもう格が違うんで他のリールとはやっぱり、うん、あとなんだろう、他の下々のリールには搭載してない機能とか、あの機構とか、あの YouTuber とかカタログスペックを音読するだけだからそんなこと教えてくれないんですけど、まあこれに関してはまあいろいろあるんで別の動画にしますわ。うちはちゃんと教えますから大丈夫ですよそうなってくるとね、面白いもんでこれが一直線になるんですよ。ルビアスがこのままね、ザイオンのルビアスがここにあって、イグジストが真ん中にあるでしょ。でセルテートがもうちょっと真ん中に寄ってきてくれるんだったらね、ルビアスエアリティを取っ払ってイグジストでマグネシウムセルテートね、昔はほらハイパーカスタムとかあったじゃないですか、そんな感じですよ。イグジストマグネシウムセルテート、ルビアスね、ザイオンだから、ザイオンのね、ザイオンボディ、ザイオンローターのルビアスで、ザイオン V のカルディア、プリームスね、それでは下々のこのリールたち、だってレグザもエクセターも、レグザはまあ残るかもしれんけど、うん、ね、エクセターも、バリスティックもセオリーもね、おらんくなったわけじゃないですか。レグザがどうなるかはちょっとわからんけどね、だからもし、だからそうなってくると今までは強い軽いって二分しとったんやけど、実はまっすぐ一直線に両方を兼ね備えた、うん、ライト&タフっていう真のライト&タフコンセプトっていうのが一直線になるんですよ。台湾ってルビアスエアリティをなくして、セルテートをマグネシウム化したら軽い上にマグネシウムだから強くなるっていう、
けどその使用感、巻き心地、その他各種はイグジストに及ばんよっていう、うん、ね。それだったら一直線にもうダイワのライトのタフコンセプト、しかもシンプルで分かりやすいから、うん、ね。だから多分値上げもするし、セルテートが今まではほらツインパワーと同じ値段だったけど、ちょっと強気に値段上げれるんですよ。さすがに6万とかは無理かもしれん、ね、6万とかだったらほら SW になっちゃうからね、セルテートの SW とかになるから、まあ頑張って5万台5万5千円だとしたらさ、まあイグジストが8万くらいでしょ、セルテートが5万くらいでしょ、ね、5万5千円で、その次のルビアスが2万7千円まあ、もうちょっと今新品だから、市場に出回ってるから安いか、まあでも2万5000円くらいですよ、目安としたらね。でカルディアが1万8000円とかだよね。うん、綺麗に住み分けはできるんですよ。もしかしたらセルテートのマグネシウムバージョンが出てくるかもしれんっていう、そういう期待もあるよね、喜びというかね。それだったら今までセルテートを使ってるエギンガーもシーバスの人も、あのショアジグの人もみんな新しいセルテート乗り換えるんですよ、うん、ね。だとしたらすごくないっすね。なんだろう、俺はそっちの方がなんかその手違いで消えたとかそういう話じゃなくて、なんか会ってくれるとちょっと個人的には嬉しいかなって思ったりもするわけですよ、うん、まあ別に大和派じゃないけどね。で、他にもね、いろいろ理由はあるわけですよ。あ、なんかね、ルビアスエアリティの、なんか、俺はそんなに、俺直接聞いたことなかったんやけど、噂としてね、その、18イグジストの余った部品とかを、転用させるため、部品を消費するために、なんか、ルビアスエアリティを作りましたみたいなさ、ことを結構みんなから聞くんだけど、けど俺、それすごい懐疑的でさ、なんだろう、確かにコストダウンとかの影響下で部品を使い回すっていうのはダイワのよくやる手段なんですよ。だってワンウェイクラッチ、あれを一生切り替え式にしとるんですよ、うん、みんな切り替え式だから、パーツの共有ということで、でモノコックのこのねボディとかもパーツのでデザインとかも共有されてるじゃないですかね。それこそ18イグジストのスプールなんかを、ルビアスエアリティはそのままお下がりとして、そしてハンドルのデザイン、これも18のイグジストお下がりに受け取ったわけですよ、うん、ね。そういうね、歴史とかがあって、そのね、そうなってくると、あえてルビアスエアリティを廃止して同じデザインをセルテートに踏襲すれば、うんね、だセルテートの SW の強強ギアが入ったルビアスエアリティなんかができた ら、 だから基本設計は変わっとらんから、基本構造は変わっとらんから、ギアを、ソルトウォーター用の強強にしてね、セルテートソルトウォーターの強強ギアにしてね、強強ギアにしてマグネシウムボディにして、まあそうするとソルトウォーター、この SW 機がねあれになるけど、けど SW 機ってのは大型番手だから、うん、そのザイオンで物理的、アルミとかでその物理的に大きいから、物理的に大きいというのは使ってる素材の量が大きいから強度って確保できるじゃないですか。けど汎用機ってそれこそ、1000番とか2000番とかのクラスになるから物理的にちっちゃいわけですよ。そうすると使ってる素材が少なくなるからね、強度ってのがね問題出てくるわけで、うん、けどマグネシウムボディの強強ギアのセルテートだったらそれを全てカバーできるっていう。ただこのね、上質な巻き心地だ使用感だっていうのはイグジストには及ばんから。けどもともとほらイグジストってね、ステラとかみたいにさ、バンバンみんなにウェーってばらまくように売るようなリールじゃないじゃないですか。もう分かってる人間がもう一つ上というかさ、ね、釣りのランクを上げるためのさ、目指すためのリールだからさね、そうでしょ。だからその918のイグジストをベースに部品の使い回しだったり規格の統一だったりをしたルビアスエアリティをベースとして新しくセルテート作るんじゃないかなってのはちょっと個人的には思います、うん、
まあ全部たらればなんですけどね、普通にごめんちゃい、間違えちゃった、間違って消しちゃったってヘペローみたいなことだったら、まあこの話は忘れてください。でもこのたらればの話って面白いじゃないですか。だからまあこんな動画出そうかなって思ったんですけどね。うん、それだったら全てが合理的に説明ができるわけですよ。ね、だとしたら面白いじゃないですか。うん、フラッグシップモデル、これもやっぱすごいんですよ。やっぱね、YouTuber を教えてくれんけど、マジでイグジスタに入っとる機能とかってすげえんですよ。うん、まあダメなところもいっぱいあるけどね。うん、だからさ、だとしたら面白いよねっていう、みんなどう思います？コメント欄にガンガン書いてほしいんですよね、みんなの意見っていうの。うん、ちょっとお待ちしてますんでね。うん、それだったら、なんて言うんだろう。それこそ、もしかしたら今年出んかもしれんね、そしたら。うん。だからなんかね、ジャンプライズっていう、ルアーのメーカーの井上祐希っていうマッチョがおるんですけど、その人がセルテートの、この汎用型のセルテートに対して、もっと強くしてくれと。うん。ソルトウォーター機使えばいいじゃんっていうのはなんか諦めというか、この汎用機でさらにこのね、強い魚を、強い魚相手にパワーファイトできる、うん、っていうことになるとやっぱ変わってくるわけですよ、うん、戦い方が魚に対する。だからなんかそのもっと強くしてくれみたいな要望をすごい台湾の開発の人に出しとったりとかして、そう考えるとね、普通にありじゃないかなとは思いますね、個人的には。そうあってほしいよね。だったらほら面白いじゃないですか。まあ俺はペン使うんですけどね。俺は確実に魚を取りたい人やから、巻き心地とかそんな関係なくって、俺はペンを使うんで、まあこんなね、ものが出たところで。でもセルテートは興味あるんだよな、正直。けどセルテートよりも正直なとこ、アーブのレボ SP ビーストとかの方が、うん、まだお金出して買いたいかなっていうのがあるんで、3万だからね。うん、本当にガチの青物を取りに行きたいんだったらペン使うからさ。うん、まあそんな話ですよ。だから皆さん気になることがあったらぜひね、書いていただければ。まあこの動画がアップされる頃にもしかしたらね、サイトが直って俺の言っとることが世まい事でしたってことになったら、まあこの動画は上がらんと思いますけど。はい、そんな感じで皆さんどう思いますか？以上。